リーダー、よく来てくれました。今日は、リーダー！リーダー！ 2 年ぶりだな！元気！二人とも、少し落ち着いてください。もうお分かりかと思いますが、再びこの地、リーダーとまたチームを組めるって聞いて。ちょ、バカ！おい、ゲネ！そろそろ任務の説明を始めてもよろしいでしょうか。俺たち三人に頼むってことは、きっと特別な任務なんだろうな。そうですね。もしかしたら、セラフィーさん？どうしたんです？今回皆さんには、ダーカーの不自然な発生原因を、まだ確証は何もありませんが、あの男が、ダーカーを操った時と発生の状況が。それなのに私はその一つも守れなかった。海に来たよ、リラ。海きれいです。惑星ウォパルっていいとこですね。なあジェンネ、なんかいつもよくぞ聞いてくれました。これは強くなるための秘策です。私戦うとすぐバテちゃうので、そしたらメディカル。それでここからの話は他言無用でお願いします。きっと大気中に漂うフォトンを吸収。フォトンを吸収するために薄着に。だから他言無用なのです。本当か？それ教えたやつ。でも私信じてます。それ騙されてるんじゃねえか。そんなことよりもセラフィーさんが言ってた、ザッカードが操っていたダーカーと。でもあいつはもういないわけ。今回の任務は原因の解明と発生したダーカーの撃破ですね。ああ頑張らんぞ。って、おい、言ってるそばから来た。そうですね。リリーパ族さんも姿が見えないですね。まあよかったじゃん。どこが暴れ回ってるよ。あ、モア、どうしました？なんか変な感じしない？お？すっげー見られてる気がするんだよ。そうですか？私は全然わからないです。もしかして、リリーパ族さんでしょうか？もう、皆さん、ダーカーの反応が出ました。警戒してください。来ましたね、ダーカー。ここリリーパで、悪さはさせません。
さすがにクワナーダ程度じゃ君たちには物足りなかったかな。お前一体何なんだってば。悪いやつなのは分かったぞ。悪いやつ、随分ストレートな物言いだね。君たちが指令を受けて任務を遂行するのと僕がしていることは大差ないはずだよ。ダーカーを操って惑星。うん、そうだよ。悪いことするのといいことするのが同じなわけないだろ。悪いこと、いいことね。まあ立場の相手。ダンテ、あなた一体何者なの。あれ、もうダンテさんって呼んでくれないの。普段周りにそんな風に呼んでもらえないから嬉しかったんだけどな。残念。でもそうだな、思ったより君たちに驚いていたりする。興味があるよ。そろそろここはいいかな。僕は次のところで待ってるね。またね。こら、また。くそ、逃げ足の速いやつ。ダーカーを操っていた。はい、ダンテの反応はここ火山洞窟エリアで確認できました。なんだこれ、ドロドロの赤い水。モア君、それはマグマです。高温なので気をつけてください。このドロドロもあっちいのか。二人ともしんどそうですね。私はこの格好のおかげか暑くないですが。それはよかったな。うん、それにしても彼はなぜアムドゥスキアに来た。あいつ仕事だとかなんとか言ってたよな。誰、何かを探してる。いや、倒してる。だー、もうやめ、考えてもわからねえからやめようぜ。とにかくですね。早速ダーカーのお出ましだぜ。何ニヤニヤしてるんだよ。お前やっぱり嫌いだ。ニヤニヤ、おかしいな。ニコニコしてるつもりなんだけどね。相手の警戒心を解くには笑顔が一番だって何かで読んだんだけど、うまくいかない。ダンテ、あなたの身柄を確保します。おとなしく捕まってください。なんでだろうね。捕まる理由がわからないんだけどな。僕はデータを集めているんだ。研究のサポートをしているだけなんだよ。研究？一体何をしているの？ゲネ！こいつさっさと捕まえるぞ！こんなのと話したって意味ないぜ！ずいぶん嫌われちゃったな。何がいけなかったんだろう。この野郎！グーでパンチしてやる！殴られるのは嫌だ。小さい子を痛めつけることはしたくないんだけど、ごめんね。オッケー、俺痛くない。大丈夫。あなたは敵じゃないわ。それよりも来る。人も増えたみたいだし、せっかくだからこの子と遊んでよ。
俺の名前はモア。そんでこいつが。私はアネット。倒れた子がジェネで、あなたがリーダーでしょ。あなたたち話し声がバカみたいに大きいから会話が、はあ、もしかしてオパルから誰かに見られてる気がしてたけど、それってリーダー、アネットっていいやつなんだろうけど。そうね、しばらく協力してあげるわ。ありがとうってば。あれ、俺の顔なんかついてんのか。亡くなった私のひいおばあちゃんの初恋の人に。嘘。アネットってちょっとやっぱり変わってるな。皆さん、お待たせしました。もうバッチリ復活です。ジェネ、元気になってよかったぜ。本当ですか。嬉しいです。本当に回復が早いわね、ジョージ。アネットさんの処置が適切だったと言っても。行きましょう、みんなでダンテを捕まえよう。あなたを捕まえて、目的も全部話して。お前なんかバーンってやって、ダーンってやって、コテンパンにしてやる。何がおかしいんだ。ごめんごめん、だって君そんなに小さいのに。僕に潰されないように注意してね。な下がってください。生体反応が、これは人がエネミーに。まあいいや、この子たちの相手でもしてあげて。またね。待って、うわー、なんだこれ。やられたわ。ダーカー、この数を相手してる間に。せっかく追い詰めたのに。ジェネちゃん、無事に帰還できて。ダンテってやつは相当面倒。現在ダンテについては上層部の。はい、次こそあいつをコテンパンにしてやるんだ。モアはクレイモアの人の巣。アネット、またあれか、誰か。いいえ、なんでもないわ。少しか。うわぁ、なにこの指令。はぁ、やだなぁ。めんど、ま、ちっとばかしい興味はあるし。